皆さんこんにちは、安藤博史です。本日もご覧くださいましてありがとうございます。新年度が始まりました。まあ、今日はこれは収録は京都でしてるんですけれども、まあ、春らしい暖かい陽気で、まあこれから桜はもうだいぶ終わってきましたけれども、入学式がね、これから始まるということで、まあ新しい新年度、皆さんどのようなお気持ちでお過ごしでしょうかということでございますけれども、先週予算が成立をいたしました。まあ、規模だけは114兆円ということで過去最大ということですけれども、まあ、過去最大の予算になるのは当たり前で、まあ、今政府の方では賃上げを要請していますから、政府がいろいろ発注するものの単価も上げなきゃいけないですよね。だから少なくとも 3% 程度以上は予算の規模は拡大しなくてはならない。でそれに加えて今いろいろな輸入物価が上がっていますから、まあ、そういうことを考えたらこの予算の拡大規模では全然小さいということが言えるわけですね。でもまあこれで通してしまったので、これで経済がどうなっていくかということですけれど もうまずこの4月の1日から子ども家庭庁が発足をいたしました。まあ、少子化対策には本気で取り組むと、まあ、これ何回言ってるんだ、何年続けて言ってるんだという話ですけれども、まあ、新しい役所を作って、省庁横断的で縦割り行政を許さないと、まあ、そういう覚悟で進めるということですけれども、まあ、これもステレオタイプな話で、今上がっている子育て対策というのは、まあ、児童手当の所得制限をなくすであるとか、あるいは奨学金を拡充して、多子世帯とか、あるいは理工系ですかね、それから農系、そういったところには奨学金を拡充するとか、それから出産費用については公的保険を適用するとかですね、まあ、いろんな案が出てきていますけれども、まあ、これらは全部子どもが生まれた世帯への手助けになっているので、もともとの日本の少子化の根本原因というのは若い世代の低所得化とそれから不安定雇用ですから、まあ、ここを解決しないとまず結婚しないと。で日本の場合はまだ素晴らしいモラルが残っているので、子供は結婚した男女の下で儲けるべきだとみんなそう思ってるわけですよね。もうこれはもう素晴らしいモラルだと思いますし、これはこれからも維持していかなきゃいけないと思いますが、まあ、そういうモラルが残っている中で先の見通しが立てられないから結婚できませんよとみんなそう思ってるわけですね。なので非婚率がものすごく上がっています。もう半分ぐらいの人が結婚しないと、まあ、そういう状況になってるわけですね。なので少子化問題を解決しようと思ったら、この若い世代の安定雇用とそれから先の見通しが立てられる賃上げの予測、まあ、これが立てられないと、こういう環境を整備しないと少子化っていうのは止まらないわけです。だけれども今上がっている案というのは全て結婚した男女に対する、そして子供を設けた人に対する支援ということになっているので、少子化の根本的な解決にはならないということになりますね。でしかも先日の報道によれば、これらいろいろな児童手当の所得制限撤廃とか、あるいは奨学金の拡充とか、まあ、そういったものにはお金がかかります。でじゃあその財源どうするんだっていうところで、社会保険料の値上げがその訴状に上がっているわけですね。社会保険料を値上げしたら国民はますます貧困化しますね。当たり前ですよね。手取りはますます減ります。つまり低所得化が進みます。で今言ったみたいに若い世代が結婚しない理由は経済的な理由が大きいわけですから、まあ、その人たちに対してさらに経済的に打撃を与えるということになりますから、まあこれは実は少子化加速プランということになるんですね。いやーもう素晴らしいというか、もうなんて言うんでしょう。もうどうしようもないというか、もうつける薬がないとはこのことを言うんだろうかというぐらいの少子化対策加速プランと言いながら、
少子化加速プランが今着々と進められていると、まあそういうことが言えると思いますね。なので、政府が今挙げているような少子化対策は、まあ間違いなく失敗すると思いますし、日本はこれからますます少子化が加速をすると、まあそこに外国人を入れてきて、そして人口だけは保つという、まあ今自民党はそれを考えている、それを目論んでるんじゃないかなっていうふうなことをが考えられてなりません。それともう一つが、これから今年はコロナの時に企業が財務的に傷んで、資金的に傷んでいたので、ゼロゼロ融資というですね、特別の融資を受けました。これの返済がいよいよ始まってくるわけですけれども、当然これコロナからまだ経済的に全然回復していないので、お金を借りたところが返済するのは相当困難なんですね。そこで自民党はこれをまた借り換えできますよと、ね、借り換えをして、また返せるような計画を組んでくれた人には、返せるように、もう一度融資が借り換えができるような、そういう体制作りましたよっていうんですけれども、もうコロナの回復もしていないので、先の見通しも立てられないんですね。なので、さらにここで借金を重ねても、返済する計画なんか立てられませんよっていうのが、まあこれが普通なんですね。普通に考えても当たり前じゃないですか。わかりますよね。だけれども、今回の予算でもそれに対する手当はない。まあ、つまり借り換えの予算はついてるけれども、前からこの間の参議院選挙でも自民党の公約に出ていましたが、債務免除ということはまだ全然出てこないんですね。検討しますよと、債務免除の検討はしますよっていう言葉はあるけれども、債務免除をしますよっていうところまではまだ踏み込まないと。でそれについてはまだ検討しますよっていうことになっています。でこれは何を意味しているかというと、結局コロナの時も僕自民党の会議に出ていて、まあ、こういうことを言う人が多かったんですけれども、これで持たない会社は潰すからと言っていたわけですね。で結局その精神がまだ生きてるわけですよ。これで持たない会社は潰すからね。で3年経ってもまだ生き残ってるところがありますね。でこれはゼロゼロ融資でみんなが借りやすくなっちゃったから、本来潰れるところも潰れなかった、潰れるべきところも潰れなかった。なので、この借り換えの期間をもうちょっと延長して、融資をもうちょっと延長して、ただし融資が受けられるのは返済計画が立てられるところだけというふうにハードルを上げたんですね。で、ハードルを上げると、そのような融資が受けられないところは潰れていきます。ね、潰れていきますよね。そして、潰れていってたところで、そうするとやっと自民党が願っていたようないわゆる非効率的な企業は全部潰れているので、日本経済は効率的な再生ができますよと、まあ、そういう体制が出来上がるんですね。なので、今自民党が考えているのは、とりあえず潰れる会社は潰れてくださいとね。でその後事業計画が立てられて利益が出せそうな、そういうところだけは救済しますよと。それまでまだもうちょっと時間がかかるから、それまでの間、企業を淘汰させる。まあ、そういうことを続けますよと。まあ、そういうメッセージを実は今の予算では出してるわけですね。で、まあ、要するにこれは何かというと、みんなを救うってことはやりませんよと。ね、一部の人だけ、努力をした人だけ救うんですよと。よく言いますよね。努力をする人が報われる社会にしなきゃいけないと。言ってますから、まあ、その通り努力をしているところは救うけれども、努力をしないところは死になさいと、潰れなさいと、まあ、そういうことを言ってるわけです。でこれは実はですね、安全保障の問題との履き違えなんですね。でよく安全保障の時には自分の国は自分で守るのは当たり前じゃないかと言います。それは当然なんですね。その通りなんですよ。だけれどもこのコロナみたいな時というのはまさに自然災害が国民を襲ってるわけですね。自然災害が国民を襲ってる時に政府が選別をしてるわけですよ。その時に助かろうと努力をしたものは助けるけれども、その時に、何もしない奴は助けませんよと、見捨てますよと、まあ、そうしてるのと同じなんですね。で、結局政府が何のためにあるのか
ということを考えると、安全保障の考え方も僕はそうだと思うんですけれども、何があっても国民を守るんだと、国民の生命財産を守るんだと、これが本当の政府の仕事だと思うんですけれども、まあ、それをやらないわけですよ。何があっても国民の生命財産を守るんだじゃなくって、努力をしているやつだけの生命財産を守るんだと、努力をしないやつは死んでいいんだよと、まあ、そういうメッセージを発しているということなんですよ。で、この事業をやってる人に対して資金繰りの支援をしない、それから借金を重ねさせるということは、これ経済的な理由で自ら命を絶つ人っていうのはものすごく多いんですよね。経済っていうのは人の命を奪うんです。で、そういう環境を作り出して放置をしているということは、国民の生命を守らないっていうふうに言っているのと同じなんですね。で、こういうことをしてしまう政党に、私は安全保障を語る資格はないと思います。まさにこの経済っていうのは安全保障に他ならないんですね。で、それで安全保障が今脅かされているのに、そしてお金を出せばこの人たちを救済することができるにもかかわらず、それをしないということは、安全保障の何たるかを分かっていない。まあ、それの証拠だと思います。まあ、こういう状況の中でですね、まあ、今日本の安全保障は厳しい状況になっているっていうけれども、まあ、すでに厳しい状況になっていて、で、これに対するまともな政策が打てない、それが今の与党であるということを、我々は今、残念ながら思い知らされていると。ね、コロナの時のこの企業の給与に対する救済もしない。それから少子化が国難だと言いながら、少子化をさらに進めるような政策をする。じゃあその目的は何なのか。少子化を進めて日本の人口を減らして、そして外国人が入り込みやすいようにすると。で、それに加えて、日本の中小企業が潰れていって、そこに外資がどんどん参入しやすくしていって、外資がそこで利益が取れるようにすると。まさに今、売国的な政策が自民党の手によって進められている。まあ、これはもう間違いのないことだろうと思います。まあ、今、統一地方選挙も行われていますけれども、まあ、ここでどういう候補者に投票するか、まあ、なかなか他の野党も、こういうことを進めている野党も多いもんですから、なかなか選択肢が難しいところであるとは思いますけれども、ぜひ皆様方には、賢明な選択をこの統一地方選挙でもしていただいて、少しでもやはり与党に対しては脅かすような、そういう環境を作らなくてはならないと思っております。はい、ということで本日もご覧くださいましてありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございます。